寒い、ほんと寒い。はい、皆さんこんにちは。車の大事典、ここがシロンピーです。今回はね、ガラスの鱗、油膜をちょっと取っていきたいんだけど、いつもと違ってホースをね使わずに極力少ない水で鱗の方を取っていきたいっていうのと、このバイザーの部分ね、この上の部分どうやって油膜を落としてますかっていうね質問だったり、コーティング剤どうやって塗ってますかっていうのが何件かあったので、僕のねやってる方法、これが正しいとかじゃないんだけど、僕はこうやってますよっていうのを今回紹介したいなと思います。そしたら早速鱗取りから始めていきたいと思います。で、今回施工するのがこちらの窓ガラスになります。で、用意するものがスプレーね、こういうボトルスプレーで、僕はね結構霧が細かいやつ、こういう髪の毛とかに使うようなね霧が細かいやつと、あとガラスリフレッシュ、これちょっと前に使ったウォータースポットクリーナー、それとコーティング剤がハイブリッドストロング、これだけだね用意するものは、そんな多くない。そしたらまずね油膜から落としていこっか。で、まず最初にやるのが汚れをちょっと若干落としたいので、この辺にちょっとスプレーをして、何でもいいのでタオルで軽くさっと拭いていきます。こんな感じね、軽く。今からねそのガラスクリーナーを使ってゴシゴシするので、砂とかがあるとねちょっと危険、ガラスにね傷が入ったりする可能性があるので、最初はまずきれいにする。で、この時に上側もちょっとやっときたいので窓ガラスを軽く開けます。はい、こういった感じで開けました。そうするとこの縁の部分、ここね、この部分がどうしても汚れているので、これを直接かけると車内に水が入っちゃうので、さっきのタオルを使って、水気が少ないようだったらタオルにスプレーを直接して軽く拭き上げる、こういった感じ。ここでね、なんだろう、汚れを落とそうとは思っていない。その砂をこのタオルできれいに拭き取ってあげるっていう作業、これがね重要になってきます。OK。はい、準備ができたら窓ガラスを開けた状態で、僕は上から鱗を落としていきます。このバイザーでね隠れちゃう部分を先に行っておく。で、使うのはガラスリフレッシュ、こういった感じね。で、この時は極力水を使いたくない、垂れちゃうっていうのがあるので、端の方はね極力水を使わない。で、このガラスリフレッシュ、水を使わなくても結構強力に落としてくれるので、今回これを使ってみました。こういう感じ、この辺とかもね油膜すごい残っている。このなんて言うんだろう、バイザーがあって施工できない部分、だいたいこのスポンジぐらいを目処に先に施工しちゃいます。こういった感じだね。窓ガラスを押さえながらやれば結構強くできるね。 OK、こんな感じで油膜落とせました。そしたら濡れたクロス、これを使って拭き上げていきます。こういった感じで、これだけでもね結構ほんと綺麗に落とせる。で、水もね散らかんないっていうのもメリットだね。で、最後面を変えてパーッと取っていきます。この境目わかる、すごい綺麗になってるわ。こうで、これが終わったら上の部分施工終了。そしたら窓を戻します。で、もう一回濡れたタオルでこう拭くと、どこまで施工してあるかなと、ここまで施工してありますっていうのが分かります。確認しなくてもいいんだけどね、この液剤ガラスリフレッシュをひょいとこうかければ、どこがね油膜残っているかっていうのが分かるので、見ていきます。そんな思ったよりないね。でも若干残っているので落としていきます。で、この時に水を使わないからマスキングいりませんっていうことではないです。マスキングはねしっかりしておいた方がいいと思う。時間だったりいろいろ問題はあるんだけど、面倒くさくない方ね、しっかりやろうって思う方はしっかりマスキングすることを僕はおすすめします。おすすめしますっていうか、した方がいいよ本当に。で、この広い面に関してはこの水気がすぐなくなってくるので、そしたらこのスプレーでパーッとかけてあげる。で、結構細かいやつじゃないとつけすぎちゃって垂れちゃうっていうことがある。これちなみにね、なんだっけな、ギャッツビーの寝癖直しかなんかのスプレー、結構前に購入しても使い終わって空の状態で置いてあったので、あ、これ使えると思ってね、ちょっと中をきれいに洗って今使っています。この細かさね、OK、終わりましたと。そしたら拭き上げていきます。
最初は同じ面で全体的に拭き上げる。タオルの面ね、こういった感じで、2回目面を変えて拭き上げる。拭き上げるっていうか、こうコンパウンドをね、こう取っていくようなイメージ、こうやって拭くっていうよりは。でこの辺まだ残ってるので、こう水をかけながら落としていく。で水が出すぎないからいいね、このスプレーは。本当にこういった感じ、垂れないボディに。おい、もうこのねタオルがダメになってくるので、できればタオルを洗いたい。なんかバケツとかあるとね理想だと思う。すげえ可愛い。こういった感じで油膜を取っていきます。でまあね、どうしてもなんて言うんだろう、この下の部分、この部分にコンパウンドが入り込んじゃうことがあるわけですよ。なので、まあ、極力その水がない環境で施工する場合は攻めすぎない方が僕はいいと思う。でここに入っちゃうと、もう洗車場でバーッと一気に水をかけないと落ちないので、もう全く水のない環境でやる場合は攻めすぎないけど、この後に洗車場行きますよという方はギリギリまで行っちゃってもいいと思います。でこの水を全く使えない環境でこの油膜取り、鱗取りを行う人は極力タオルをいっぱい持ってた方がいい。1枚じゃねもうどうにもなんない、うん、やっぱコンパウンドを使うから、そのボディにね付着させたくないわけですよ。そうなると、まあ、何枚かねこのタオルを用意して準備をしてから施工した方がいいと思います。そしたらまず窓ガラスを開けます。こういった感じで、僕は上から施工します、このコーティング剤をね、まあ、その理由は、まあ、逆パターンね、窓を閉めて下から施工するってなると、次上施工するのに入り込む分が多いじゃん。言ってる意味わかるかな。なんて言うんだろう、例えばここ下施工しました、次上施工しますって言ったら、この窓ガラスをバーって下げるわけじゃん。このバイザー隠れてる部分が施工できるまで下に下げるって言ったらこれぐらい下がるわけですよ。けど上の場合はここを施工しました、上に上げます、で入り込む部分っつったらもう本当1センチぐらいなわけですよ、ここに入り込むの。でこのバイザーの部分は特に何も触れないので影響がない、失敗しにくいと思って、僕はまあ上から施工しています。僕はね、あくまでも僕はなので、まあ皆さん他にいい方法があったら教えてくださいな。そしたらここ施工していきます。はい、出てるかな、こういった感じね。でそんなね、縦に縦にとか横に横にとかあんま気にしてないわ、正直。こういった感じで、ある程度、まあ、下まで行っちゃってもいいんだけどね、こう塗っていきます。ムラがないように塗っていくと。で一旦乾かします。はい、そしたら乾いたので拭き上げていきます。固く絞ったタオルで拭き上げる。これは他のねタオルを使っています。さっきまで使ってたのとは別、こんな感じで。僕の場合はちょっと面倒なんだけど、もう一回塗ります。なんだろう、その理由が結構ねハイブリッドストロング使ってる人分かると思うんだけど、あここ抜けてたとか、ちょっとムラになってんじゃんみたいな、拭き上げた時にね、そういうのが結構あると思うんですよ、気が抜けた時に。なので僕は二重にいつも施工しています。でこの時はすごいね薄く塗んないと、もう撥水してるので、なんだろう、液剤がね垂れてきてしまう可能性があります。なのであんまブチュッとは出さない。この時もうほんと表面についてるやつを乗せていくだけ、それだけでね十分綺麗になります。で特にねこの今まで施工してきて2度塗りしました、でそこに段差ができてムラになりましたっていうのはありません。まあ、結局ね最後拭き上げるので、なんだろう、平らになるのかな、ちょっとよくわからん、そこは。けど、まあ、経験上ないで2度塗りした方が綺麗に施工される。別にねコスト的にも本当にこのフェルトについてる部分を塗るだけ出してかないので、ほんとちょびっとだから、まあ、時間がある方はね僕はこの2度塗りっていうのをねおすすめしています、個人的に。そしたらまた乾くまで待ちます。はい、そしたら乾いたので拭き上げていきます。2回目ね、2回目の施工が終わってからの拭き上げ、こういった感じで拭き上げはしっかり行ってください。うん、ツルツル素晴らしい。そしたら窓を上げます。この下の部分、ここがね汚れてるんだろうね、ここホコリみたいのがねまた若干ついてしまったので、これを軽く拭きます。でこうするとこの境目があるでしょ、水で拭くと分かるんです。コーティング剤を施工する前と施工した後のね境目があるんです。これが、まあ、最後ねしっかりなくなってくれればこの方法でも OK っていうことなんです。そしたら、まあ、塗っていきます。
で最後に、まあ、水をかけてね、その撥水の違いも出ちゃうのか出ちゃわないのかっていうのもしっかり見ていこうと思います。で別にこれ境目に応じてここまでしか塗らないっていうわけでもなく、こういうふうに塗っちゃっても OK です。現時点だとここに境目が、あ、もう徐々に消えてったかな。 OK、 1回目成功、終わり。下側ね、さあ一旦放置で、今放置してるんだけど、水のない環境でやる人はその間に違うところをうまく落としておくっていうのをやると効率的かな。まあ、ここで言うと前側ね、であらかた綺麗になりました。そしたらこっち乾いてくるので、こっちを拭き上げます。濡れた固く絞ったタオルで拭き上げる。で拭き上げ終わりました。ガラス乾きました。そしたらもう一回塗っていきます。もう2回目の時はあんまブジュッと出さない。さっきのさ、このもう境目がないの分かるかな、ここら辺にあったと思うんだけど、ないね全く。はい、こういった感じで、これを乾かしてる間に次こっち上側を塗っていく。これね、なんかね、いつも思うんだけど、こういうガラスコーティング剤ってね、1回でね、うまく塗れないんだよね。なんかどうしても拭き上げするときにムラがあったりするんですよ。こういう風に丁寧に塗ってってもね、あれっていうのが結構あるんですよね。 OK、 でそんなこんなしてるうちに2列目乾いてきます。ここそしたらここを拭き上げます。で拭き上げていくうちにこのタオルが乾燥してくるんですよ。そうすると若干ちょっと湿らせてあげて、こういった感じでね、で、まあ、絞ったりもして、もう出ませんってなったら拭き上げる。ほら、もうムラがないもんね、さっきのような。全然これで問題ないんですよ。 OK、 とりあえず施工終了、2列目。そしたらこの下側、水をね、今からかけて境目がね、出るのか出ないのかちょっと見ていきたいなと思います。この霧吹きかけていこっか、まずこの辺ね、確かこの辺だったと思うんだけど、ここにどう、境目ある？ないね。うん、ない。これだと見にくいのでホースで全面的に見ていこう。そしたらちょっとシャワーにして、ここだけホースを使ってかけていきます。はい、この辺境目どうですか？全くない。しかも綺麗に施工されてる。で上の方もちゃんと撥水してるからね。中から見てみよう。上の方にちょっと水をかけていきます。ほい、ここ、この部分ね、いきます。どう、わかる？撥水してるの全く問題ないね。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回ね、ホースを使わずにガラスの油膜だったり鱗を落として、あとバイザーのところのね、このコーティング方法、僕独自のやつちょっと紹介させていただきました。まあこれがまあ 100% 合ってるっていうわけじゃないんだけど、僕がね、今までいろいろやってきた中で今はこの方法で施工してますよっていう感じなので、まあ逆にね、他にもっといい方法あるよっていう方いらっしゃったら、まあコメント欄でちょっとアドバイスいただけたら嬉しいなと思っております。少量の水でこのガラスの油膜だったり鱗を落とすときは、この動画の途中でも言ってるんだけど、タオルがね、結構大量に必要になってくる。まあ、その理由はコンパウンドを落とすとき完全に落としたいわけじゃん。ってなると、まあ1枚2枚じゃ施工は難しいのかなと僕は思っております。まあ、逆にね、バケツまで用意できれば、まあ、2、3枚で洗いながらね、コンパウンドを落としていくっていうことができるので、バケツまで用意できたらベストかなという感じです。それとあとね、このスプレーボトル、これもギャッツビーの寝癖落としなんだけど、より霧が細かいやつ、これすごい細かいんだけど、この細かいやつを使えば、このコンパウンドがね、垂れる心配がない、ボディとかにつく心配がないので、まあ、より細かいやつを僕は選んでいます。それとこの方法はね、まあ、どうしてもコンパウンドが隙間に入っちゃうので、まあ、最終的には僕はジェットとかで隙間とかをね、綺麗に洗い流してもらいたいので、朝早い時間帯にこのコーティングと油膜落とし終わらせて、でその状態で洗車場を持ってく。で水のね、ジェットで洗い流して、でボディも綺麗にして、今日一日洗車終了みたいな流れがいいのかな。うん、僕はそんなような気がします。なので皆さん、あ、それいいねと思った方はもうぜひ真似してみてください。それとこの動画面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。
それとね、概要欄に SNS、Facebook、Twitter、Instagram 載せてあるので、まあ、よかったらフォローしてください。特に Twitter とかはね、YouTube に公開する前日ぐらいにこういう動画公開しますよっていうね、30秒動画だったり、今こういうの撮ってますよだったり、そういうのをね、載せているので、まあ、先取りではないんだけど、まあ、気になる方はぜひフォローしてあげてください。はい、それではまた来週。